皆さんこんにちは。本日は名古屋港水族館へようこそお越しくださいました。それではシャチのトレーニングを始めます。早速こちらのプールには3頭のシャチがやってきています。左側の方にいる一番大きなシャチがお母さんのステラ、右側の方でじゃれ合っている2頭のシャチがステラの娘リンとステラの孫のアースです。さあ小さな方はステラの娘リンですね。で今お母さんステラの方を通ってきました。で孫の方のアースというのはリンの娘ではないんですね。リンの年下の甥っ子と、年上の甥っ子ということになります。ちょっとややこしいですね。お母さんのステラがジャンプに向かいます。ブラッシュジャンプを決めました。ステラは体長が 5.2m、 体重は 2.2トン、推定年齢30歳の立派なお母さんたちです。そして右側の方にいるステラの孫になるアース、アースは現在7歳です。7歳のオスのシャチです。7歳のオスのシャチというのはまだまだ若い子供のシャチなんですね。現在の体長は 4.5m、 体重は 1.4トン、まだまだお母さんのステラよりも小さいシャチなんです。そしてアースにじゃれついているのが一番小さな3歳のおシャチリンです。リンが現在3歳で一番小さく見えますが、これでも体長はもうすでに 4m、体重も先日1トンの大台に乗りました。まだまだ遊びたい盛りのやんちゃな小さな子シャチ、時々お母さんステラのおっぱいを飲むこともあるんですよ。さあプールの中ではステラがくるくると回転しながら泳いでいますね。さあ手前側ではアースがジャンプ、リンの妨害にも負けずにジャンプを決めています。さあ2頭の子供たちは楽しくじゃれ合っていますね。それではここでお母さんのステラにこちら水中観覧エリアにやってきてもらいましょう。さあ中央へゆうゆうとやってきてくれました。5.2m の巨体のステラ、この白い目のような模様の少し前のあたりに小さな瞳があるんですね。さあ今大きなお口を開けていますが、小さな目でこちらをじーっと見ているんですよ。さあ目、ステラのね目が見えにくいから、また後ほどねチャンスがあったら探してみてください。はいステラありがとう。OK の合図を見てしっかりと帰っていきましたね。また同時に OK の合図の笛も吹いたんですよ。ビーッという音を鳴らしたんですが、ガラスの向こうでもこちらの音がよく聞こえているんですね。シャチの耳は大変いいんです。私たちの聞こえない超音波まで聞こえているんですよ。ちなみに今ステラがそばへ来てくれましたが、ステラの鼻がどこにあったかお気づきになりましたか？シャチの顔を正面から見るとつるんとしていましたよね。鼻が見当たらなかったと思いますが、鼻は頭の上にあるんですね。普段は閉じていますので、
シャチたち匂いを感じることはできないんです。さあ、ステラがくるりとひっくり返ってお腹を上にしてじっとしていますね。実はこれはシャチの体温測定の姿勢なんです。シャチの体温はお尻の穴、肛門にセンサーを50センチぐらい入れて測るんですよ。平熱はおよそ35度から36度ぐらい、私たちとあまり変わらないんです。この他にも尾びれに針を刺して採血をしたり、あるいは口からチューブを飲み込んで液を採取したりと、そういったことまでトレーニングでできるようになっているんですね。ダイナミックなジャンプばかりがシャチのトレーニングではないんですよ。さあ、種目ができると、今ちょうどステラはトレーナーにご褒美の魚をもらっていました。今はホッケの切り身をもらったようですが、体の大きなステラは毎日およそ60キロから70キロもの魚を食べているんですね。さあ、そのステラ、ジャンプの助走に向かっています。左側手前の方でリピート、お腹から着水して大きな水しぶきを立てました。さあ、ジャンプが終わると体を動かさずにスーッとトレーナーの元へと帰っていきますね。シャチの体は美しい流線形をしていて、水の抵抗を受けにくい形なんです。ステラ、もう一度ジャンプに向かいます。しっかりと息を吸って潜ってきました。おっと、今度はお腹を上にして背泳ぎの姿勢で泳いでいますが、まずは向こう側でそのままジャンプ。さあ、今度は手前側で背中から着水するバックビートです。現在、名古屋港水族館ではシャチたちにサバやニシン、ホッケといった私たちにも馴染みの深い魚を与えています。体の大きなステラは10匹ぐらいの魚でしたら一口でごっくんと丸飲みしてしまうんですよ。さあ、続いてはステラがスプラッシュジャンプ。リンも勢いよく登ってきましたが、左側の方でジャンプ。リンは下顎のところに黒いほくろのような模様があるんですね。この模様は一生消えることはないと思います。リンのトレードマークになっていますので、皆さんぜひ覚えて帰ってくださいね。さあ、続いてはアース。プールの向こう側でもう一度。さあ、リンがまた潜ってきましたが、今度は上の方を向いています。フライのステージへと上陸しました。おびれを上げて、コースもバッチリ決まっていますね。さあ、プールの中では一番大きなステラが連続ジャンプを決めています。 2.2 トンの巨体を軽々と空中に持ち上げてのジャンプです。さあ、最後にアースが勢いよくスプラッシュジャンプを決めました。さて、皆様、シャチのトレーニングはいかがでしたでしょうか。今日は慣れ合う可愛らしい子どもたちの姿もご覧いただきましたが、大人のトレーニングを間近で見ているおシャチのリンもどんどんと成長しています。ぜひまたそのシャチの家族たちに会いに来てくださいね。それでは最後にもう一度
さあ今度はもう一度ステラですね。ステラがこちら水中観覧エリアにやってきてくれます。悠々と到着しました。以上をもちまして私のトレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。この後3時30分から北さんメインプールにおきましてイルカのパフォーマンスがございます。お時間のある方はぜひご覧ください。水中の観覧エリアでご覧のお客様、おしゃべり言いますが、ご使用になられましたマットは両サイドの壁側所定の位置までお戻しくださいますようご協力お願いいたします。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。Thank you.